お疲れ様です。どこからどう見ても立派なモデルでしたわ。本当？ルビー、ちゃんとできてたかな？ええ、見事なものでしたわ。少なくともフレッシュさではニコちゃんより上だったわね。まあ、私は大人の魅力で売ってるし。大人の魅力？何よ、なんか文句あるわけ？別に。本が発売されたら購入しなくてはなりませんわね。そうですわ、ご近所にも配らなければ。恥ずかしいよ。だけど嬉しい。ここまでは順調ね。かすみもうまくいけばいいけど。どれくらいのものかしらね。あ、かすみちゃん来たよ。かすみが大鳥。さすが分かってますね。さあ、どこからでも取ってください。かすみに資格はないですよ。こうですか？こうですか？かすみちゃん、かわいいね、お姉ちゃん。ええ、よく似合ってますわね。でも、なんだか様子が。かすみん、こんなこともできちゃいますよ。えい、えい。あの子大丈夫なの？着物であんなこと。ぎゃん！ああ、裾につまずいてこけた。大丈夫かな？痛くないかな？しっかりしなさい、かすみさん。あなたは虹ヶ崎学園の代表ですのよ。虹ヶ崎の代表？かすみんがですか？そうですわ。そのあなたがしっかりしなくてどうするのです。代表、かすみんが一番可愛いから。は？いや、うん、頑張んなさい。かすみん転んだのなんて全然平気です。さあ、どんどん撮影しましょう。この子、ちょろいわね。